your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be a final day. We're dreamers. はい、おはようございます。今日はね、ようやく赤岳のねリベンジにこれから向かいたいと思います。1年ぶりね。まあリベンジといっても、去年はね、赤岳にねちゃんと登頂はできてるんですけど、景色がね全然見れなかったので、まあ今回はねリベンジという形で赤岳から絶景を見に行きたいと思います。で、前回とね同じコースで行ってもつまらないので、今回はね、隣のね阿弥陀岳を、登頂してから赤岳に向かいたいと思います。なんでね、前回のルートとは、逆回りな感じになるようなね工程で行きたいと思います。でね、5時半出発してます。駐車場はね前回と同様で、赤岳山荘のね駐車場1日ね1000円を支払って使ってます。気温もね、まあ、前回ね8月だったんでね全然暖かったんですけど、もうね10月なんで、まあまあ寒いね。まあね、山頂も風があると結構肌寒いと思うんで、まあ軽いね防寒着装備は必要かなと思います。序盤は前回と同じね南沢コースを通っていきます。2時間10分コースタイムは。まあね、多分ね僕らの時はこの南沢コースが一番の鬼門なんで、久々だね。でもだいぶ日が入ってきたね。5時じゃ早い。5時でよかったんじゃない。おはようございます。ここよし、行こう。始めるとね、すぐね暑くなりますね。あとね見えるかな。だいぶね所々紅葉してる感じですね。上の方もね結構紅葉が始まってるみたいなんで、ね、楽しみです。
調子悪い。で不調。見えてきたね、本当に。今年はやってますって本当だ、ね、あと休憩すか、うん、ちょうだい、うん、あったかいとこにいなくてもいい、うん、確かに乾燥するな、うん、捨てちまえぞ、ね、やだやだ意外と緩やかだね、うん、アミノバイタルも飲んどく、あのジェリーもジェリーって言っちゃった、うん、音いてる、ちょっとも濡れてる、地蔵尾根ってこっちでいいんですか、地蔵尾根はこっち側からですね、こっちそこ行ってすぐ右に入るコースがあるんで、こっちね、そっちです、そっちです、でまっすぐ行き過ぎちゃうと赤岳高専側に行っちゃうんで、うん、すぐそこを右に行けるコースがあるんで、うん、で登っていけばそのまま、うん、地蔵の頭、地蔵の頭につけますんで、レッツゴー、8時半、8時半スタート、レッツゴー、元気ないね、レッツゴー、ちっちゃいよ、はい、これからね阿弥陀岳に向かって、行きたいと思います。今日はねよく見えてるんで最高に気持ちいいと思います。今ね行者小屋で10分20分ぐらいか20分ぐらいね休憩しました。ちょっとね前半山丸さんのねあの具合があんまり良くなかったんでまたもや、まあ、少し休憩してね、まあ、とりあえず行ってみるってことなんでね行きたいと思います。よし行くぞ。でねこっからね前回とは、逆のコースで文三郎コースを、歩きます。で途中でね阿弥陀岳の方に、分岐が分かれているのでそこから上がって中岳のコルを目指します。まあね行者小屋周辺も結構ね紅葉してていい感じでした ね、こっちだ、うん、やっぱ日陰に入ると寒いね、うん、
全然違うね。こっちだよ。早くもね、柳原さんがコース間違えましたね。先バスター。まあとりあえずね、結構ね天気は問題なく良さそうなんで、今日はね絶景をこのまま期待して登りたいと思います。はい、出てから10分、ちょうどコースタイム通りですね。ここがブンダブロオネとアミナ岳のね、中岳の頃に分岐するところですね。これをね今日はね右に行って、中岳のコル経由してアミナ岳に行きます。よし、ここからねコルまで50分ですね。コースタイムはまあ1時間でつければいいかな。20分、よし、ゴー、レッツゴー。調子悪い。おお、伊予岳めっちゃ見える。伊予岳とほら。いや今日晴れてるからやっぱ全然違うね、見えるもんが違う。はい、今年登ったね伊予岳、ちょっと GoPro は遠いですけどバッチリ見えますね。で横には横岳。いやダダレで言ったつもりはないんだけど自分で言ったあれだった。で真後ろにはね、今ちょっと逆光で見えづらいですけど赤岳がそびえ立ってますね。歩きにくいね。小石がひどい、ずる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 ね、すごい登りづらい。ここじゃないよ、ここね、これが横岳で、目の前が伊予岳。登った稜線わかるでしょ。わかるね、めっちゃわかるじゃんね。あんなわかりやすいね、こんなとこ。こっからだっちからこっち見てたの。だってあ、そっか、この間ね、今年行った伊予岳綺麗に見えてます。今日は素晴らしいね。ね、雲一つないね。そうそう、横岳もあるんで。すごい。まあちょっと楽しみだね、山頂が。どんな感じかな。だいぶ紅葉してるね、でもね、うん、こっから見ると思ってる以上に、うん、でもだいぶ歩きやすくなってきた。中岳の頃までね、ラストの急登が結構きつい斜度ですね。まあ、そんなに距離がないんでね、大丈夫かと思います。それにしてもね、もうこっから見るね、赤岳、横岳、伊予岳までのね、この景色がすでにやばいですね。ほんと最高、もうすでに。やばいね、結構滑るぞ。気をつけてな。急登だな、本当に。終わり？おお、富士山見えてんじゃん。こっちが雲海だったか。すごいね。よし。9時34分。中岳のコル到着。おお、やばい。ね。やばいね。
でね、これからこちら阿弥陀岳の方にね、行っていきたいと思います。まあね、コースタイムは20分なんでそんなにかからないと思うんで行きたいと思います。よし、行くぞ。おお、そっちで。急な岩にびっくりしてんの。サウリストップ。はい、いや大丈夫だよ。見て、こっちはこっちで、いいよ。オッケー。これなんか太ももがやられる。避けれる。そこ右に避けよう。すいません。はい、はい、あ、大丈夫ですよ。うん、ゆっくりどうぞ。いいですよ、ここ。はい、って。危ない。すいません、危ないよ、気をつけないと。すいません。シャレになってない。上も気をつけてね。景色いい？あ？おお、やるね。もうすぐそこじゃん。また難しい方に行ったね。だってじゃないと足届かないだろ。笑ってんじゃない、本当のことなの。行くよ。おー、来た。3つに分かれるところがよく分からんな。うん、OK、GO。 来たよ。よし、来たね。大した隠しもなかったな。ちょっともう消えかかってる。ちょっと消えかかってんな。
そうですね、山小屋の方に泊まろうかな。あ、赤竹も一緒に映れるね、でもね、うん、なんか遠くの駅の近くに泊まって、一番近くに泊まって、よし、はい、網田岳山頂2805メートル、はい、いいね、めっちゃ晴れてるね。うん、でも本当なんか晴れがさ、雲出てきた、ね、雲出てきたね、ちょっとだけ。うん、富士山、富士山もね。もう山小屋に泊まってたんで、めっちゃ綺麗だね。朝、いい感じ。稜線を満喫して帰るみたいな感じが良かったと思うんですけど、私朝から10時24分。で、いいかな。でも11時半ぐらいまでに着いたね。着いたね。予定通りだったね。その登山口よし、から休憩しよう。これからね、赤岳目指していきます。いや、見えない、キャラーレッツゴーよし、行こう。本当にレッツゴー、うん、10時50分、網田岳スタートです。